儀礼上、女王陛下には運転手がつくことになっています。しかし陛下は運転が大好きで、チャンスがあればできる限り自ら運転を行います。19歳以来から自動車に乗っている女王陛下ですが、未だ運転免許もナンバープレートも持ってはいません。道路交通法には縛られない存在なのです。いやー、羨ましい。その一方で、国内の運転免許はすべて女王陛下の名のもとに発行されているから面白いですね。パスポートも同様に発行されますが、陛下はこれも持ってはいません。朝目覚ましが何度鳴っても目を覚まさない皆さんが羨むお話。女王陛下は目覚まし時計で起きません。その代わりに彼女の寝室の窓の外で15分間バグパイプを鳴らす担当がいます。バグパイプだなんて奇抜ですよね。女王陛下は早起きで、毎日7時30分に目を覚まし、 BBC を聞きながらベッドで数分過ごします。これはおそらくバグパイプが鳴り止んだ後でしょうか。就寝時間は夜11時。毎日8時間の睡眠をとっています。私もそれくらいの睡眠が欲しい。陛下にとってお風呂でのリラックスは欠かせません。王室専用列車にはバスタブが完備されています。女王陛下はキッチンで朝ごはんなんてことはしません。ダイニングルームできちんととるのです。ちなみにバッキンガム宮殿のキッチンは一般的なものとそう変わらないようです。タッパーウェアに入れた残り物という考え方もあるんですよ。女王陛下は毎日贅を尽くした食事をとっているわけではなく、オムレツと紅茶だけの朝食という日もあります。ちなみに女王陛下のお気に入りはアールグレイティー。食事にサーモンを加えることが好きですが、クリスマスになるとそれがトリュフになります。女王陛下は朝食の最中新聞を読みます。さてその日の見出しがイギリスで最もお金持ちな300人というものだったとしても、女王陛下の名前はその中には入りません。それでもバッキンガム宮殿には ATM が備え付けられています。宮殿は広く、女王陛下は6つの部屋しか基本的に使いません。ベッドルーム、プライベートな居間、バスルーム、ドレッシングルーム、あと特別な部屋が2つ。それは1対1で来客と会話をするための謁見室と、待機するための部屋であるエンパイアルームです。記念の祝典などに参加した女王陛下は1日に5回服を着替えます。靴のサイズが陛下と全く同じのヘルパーがおり、この人が女王陛下の靴はあらかじめ履き慣らしてくれます。靴ズレができなさそうですね。女王陛下がご自身で行われるのがメイク。メイクさんを雇うのはクリスマスのスピーチの1回のみです。女王陛下のハンドバッグは私物を入れるためのものではありません。陛下はこれを使ってお付きのスタッフに合図を送ります。あと5分で帰りたいときはバッグをテーブルに置きます。会話がつまらないと感じたらバッグを床に置き、するとスタッフが間に入ってくれます。女王陛下は筆まめで、複数のコラムを担当している上に送られた手紙すべてに返事を書きます。彼女が担っている仕事の一つがダイヤモンド婚を控えたご夫婦へのお祝い状です。現在に至るまで女王陛下は54万通の電報を打っています。毎日受け取る手紙の数は200から300通。スタッフが手伝ってくれますが、とてつもない数ですね。女王陛下へのファンレターはロンドンのバッキンガム宮殿に送ることができます。ただし手紙はマダムから始め、女王陛下の忠実なしもべよりで締めくくること。女王陛下の日課はコラム書きだけでは終わりません。首相との会合も仕事の一つ。会合の日は水曜日と決められています。また法令は陛下の勅許なくしては施行できません。立法は議会の仕事ですが、女王陛下がその許可を出すのです。会合は通常朝に行われ、また様々な授賞式にも顔を出します。特に重要な会合の際は秘書がその相手のプロフィールを事前に渡します。女王陛下のもとには様々な贈り物が届きます。そして全てはカタログ化され、王室名義で発行されます。受け取るものは鍵編みの子犬から新車まで様々。その多くは誕生日プレゼントとして贈られます。
女王陛下は誕生日を2回祝います。18世紀から始まった古い伝統により、1つ目は生まれた日の4月21日、そして2つ目は式典を行う6月の第2土曜日となっています。6月はより天候状態がいいため、式典が執り行われやすいのです。女王陛下は公務に加えて様々な慈善事業も行っており、イギリス王室は国内で2500団体、国外で3000団体を支援しています。女王陛下は外国をよく訪問しており、現在までに120カ国を訪れています。女王陛下の昼食は豪華で、4つのコースになることもあります。それぞれの料理は小さなものですが、ジビエを好まれ、炭水化物は摂りません。バッキンガム宮殿の昼食にはジャガイモが出ないのです。同様にパスタやお米も使われていません。使用してはならない食材はキッチンスタッフにリストで共有されており、女王陛下を危険から守ります。旅行先で水道水を飲むのはダメ。味付けの違うものや香辛料をふんだんに使ったもの、タルタルなどの加熱を十分に施していない肉は避けます。女王陛下の好きなメニューの一つがツナマヨサンド。美味しそうですね。調理も簡単なので王室レシピをご紹介します。パンにバターを塗り、きゅうりを非常に薄くスライスします。そこに胡椒を一振り、そしてツナを乗せ、上にマヨネーズをかけます。女王陛下は食事に気を使っており、タンパク質豊富な食事をとっています。噂によると、女王陛下はネットフリックスが好きで、特に自伝物をよく見るそうです。1989年以来変わっていないのが女王陛下のマニキュア。全く同じ淡いピンクのものを30年も使い続けています。30年以上前にヘアメイク担当が自然な色のものを注文してから、それを使い続けているのです。夕方の5時はお茶とデザートの時間。女王陛下はお気に入りのチョコレートビスケットケーキを少しばかり食べます。これは100年以上前から伝わるレシピで、ビクトリア女王にも同じものが出されました。王室のスタッフには紅茶の入れ方についての様々な規則があります。完璧なレシピは茶葉をカップ1杯につき小さじ1杯用意するというもの。お湯の温度は緑茶の場合70度、アールグレイやイングリッシュブレックファーストなどの紅茶の場合100度、ミルクは最後に加えます。女王をディナーへ呼び出す際も優雅に行わなくてはなりません。覚えておきましょう。女王陛下にお話しする栄誉に預かるスタッフは言葉遣いに気をつけなくてはなりません。行き当たりばったりのカジュアルな言葉はいけません。ほらご飯できたよなどと言おうものなら即刻クビ、陛下お夕食の用意が整ってございますといった言葉遣いでなくてはなりません。女王陛下のコーギー犬好きは世界でも有名。与えられる餌も王室御用達の手作りです。バッキンガム宮殿の元料理人ダレン・マクグレディはインタビューに応じ、王室のコーギー犬は生の食材しか食べず、ウサギやレバー、キャベツ、米などからなる特別メニューを食べていたと証言しています。美味しそう。貴族のような扱いをされていたのは犬だけではありません。馬も丁重に扱われています。女王陛下が手づから餌をやる場合、そんじょそこらの人参は使われません。すべての人参は皮を剥き、指の長さほどにカットされているのです。近年王室で募集された仕事には、女王陛下の骨董物の花瓶と唯一無二の絵画を磨く係がありました。これはエディンバラのホーリールード宮殿で募集されたものです。週に20時間の労働で年俸は1万500ドル、未経験者歓迎。スタッフに求められる一番の資質は秘密を守れること。王室で働く間にスタッフはメディアが欲しがるような情報をうっかり見てしまうこともあります。元従業員が宮殿での仕事について本を書くということもあるため、現在は人を雇う際に守秘義務契約を結ぶようにしています。宮殿で起こったことは外には漏れません。